槍の名手であり、関ヶ原の戦いにおいて9尺の槍を使って激戦中、槍先が折れ柄を持って奮戦し、その後日本60余州の大小の神器と摩利支天尊に祈願し、その霊言により無死無臭の悟りを得、無比流平常術を開元、その後日本開山無住所として各地を遍歴、宗家六代目片岡宗義景重が水戸地方において伝承、名は天明の頃から民衆の自衛武術として水戸を中心に近郷近在において発達、無比無敵流常術として交流を極めた。昭和46年、中港市無形文化財に指定。平成6年、ひたちなか市無形文化財に指定されました。
経伝されている伊賀流派甲信流柔術の流祖江畑木右衛門道真は水戸藩に仕え、幼少の頃より武術を好み、藤山流の師助川一郎左衛門忠義、吉岡流の師深沢又市種次、武行流の師森山比右衛門長政に学び、自らの創意と工夫により伊賀流を編み出した。この流派は水戸藩を中心に近郷近在において発達し、流星を極めた。その後時代を経て伊賀流派甲信流柔術と称され、現在宗家十三代目を根本健一忠之先生が継承しておられます。Yes!